かりさん。ユージシの捕食事件。500円が何枚？20枚。バラバラなんですよ。大丈夫？合計で1枚。どうしたんですか？ビンゴ。ビンゴで当たったんだよね。すごーい。ユージすごいじゃん。シホ何があったの？シホはもうなんかおもちゃじゃなかった？あ、なんかぬいぐるみ？男の子用のおもちゃとかなんか。ミニは結構いいの当たったんだよね。スイッチのゲーム。あ、ね、なんか大量に当たってたよね。流しそうめんとか来てる。あと届いたね。卓球台とか。シホ流しそうめんだけど。シホもいいの当たったじゃん。流しそうめんシーちゃんの。知らない。どっちがどっちかわかんないけど、まあいっぱいね。いや、おめでとうリミン。こういうものとかってさ、ダメじゃん、暴露した。スペースの端っこで、丸円に乗ってた。そうか、でもウームのリーにも撮られてたもんね。そう。もしかしたら出ちゃうかもよ。リミンもこういう話があった。あれ？あ、多いでよ。何食べるの？まあ、今日はこれがあるから。200円の。じゃあ魚だから厚切りマグロ行ってみよう。中トロもある。ご飯半分もある。いっぱい食べれるよ。こっちにする？こっちのマシャリハーフにしようかな。普通のにする？今日はどっちでもいいが困る。僕の顔やだ。ハーフにしてみんな食べる。初めてじゃない、シャリハーフなんて頼んでるの。もうこれで800円だよ。あった。あ、これ意外と一瞬。じゃあ、パン中トロ食べてみたい。こういう時しか食べないのを食べた方がいいんだな。大粒いくらとかある？タピオカ飲みたいです。大粒いくらもある。じゃあタピオカ飲むとお腹いっぱいになっちゃう。カニがいっぱいだ。早くないの？納豆食べる。納豆1万円食べるまで帰れます。なんで納豆だけなの？この店で一番高いお寿司はどれですか？納豆。納豆じゃないよ。一番高いの食べないと。こういうこと納豆でよ。あ、じゃあ、まだ、もっとタピオカ飲んだ方がいいかな。みんなで食べようか。みんなで食べよう。みんなで食べよう。1個みんなで食べよう。1個みんなで。1個。じゃあ、めっちゃ美味しそうだね。まずはハンバーグ食べたことない。何？カツハンバーグ。これカルビだ。え、どうやって飲むの？パンも全部取る。全部取るの？全部取られてる。あ、取られてるのか。全部取るって言ったのかと思って。いや、びっくりしたよね。びっくりした。やばいと思った。これいいよね。細いの。もうこれ食べない。食べる。頼んだんだよ。あ、ずんかの方頼んだんだ。ちょっとそんな興奮しないで。私今納豆の興奮しないで。ごめんね。マスカー。わーい。増えてきた。これがどこまで増えるんでしょうか。すごい。すごい。なかった。納豆はでかく見える。納豆がめっちゃでかく見える。
1年ぶり。かわいい。かわいい。ちっちゃいミニサイズ。そう、いたよね。みんな美味しい。いっぱい来た。いっぱい来たよ。これなんだ。中トロじゃない。これもシャリ半分。うん、ちっちゃい。かわいい。かわいい。かわいい。いいねこれ。ダイエットダイエット。めっちゃ凍ってる。キンキンだね。ピーちゃんは大丈夫。冷たくて。ニンニクついてる上に。すごい。うちじゃん。美味しそう。7400円。違うじゃん、ママ7400円。
玉か。いやーちーちゃんすごいよ、9,600円。すごい、結構いった。 あと2枚食べとこう。本当だ。あ、でも結構いったね。いつの間に。ぽわーぽわーじゃ、なんでぽわーって言った。でもほぼ達成だね。ママの牛丼が効いたね。グミペア。サンジーだ、おやつだ、甘いだ、ガミガミ、サンキューだ、グミグミ、パリパリ。